CA チャカリタジュニアーズはアルゼンチンブエノスアイレス州の都市ビジャマエプを本拠地とするサッカークラブであるスーペルリーガに所属している。チャカリータは社会主義者のアルバレス・トマスとテオドロガルシアによって創設された。そしてこのチームのメンバーの多くが葬儀屋で働いていた。それでチームカラーを社会主義の赤色と市を象徴する黒色にしようとした。しかし、 これに対して、キリスト教の司祭が反対した。それで、社会主義者のメンバーたちは、この不和を収めるためにチームカラーに白色を加える、ことにした。愛称のロス・フニブレローズは、葬儀屋の意味である。これは、クラブの本部が、チャカリータ・ボッチのそばに位置していて、創立メンバーの多くが、葬儀屋に勤めていたからである。チームカラーが、赤と黒と白のため、 トリコロールと呼ばれることもある。CA チャカリタジュニアーズの最大のライバルは CA アトランタである。この2チームの対戦はクラシコでビジャクレスポと呼ばれている。ありがとうございます。